にちは。こんにちは。俊介さん、こんにちは。こんにちは。今までね、ユニバーサルチャンネルは在庫車情報とか、ちょっとなんかカスタムした車とか、なんか紹介していく感じで撮ってたんだけど、今まで通り旧車とかね、いろいろ紹介もしていくし、こうなんかカスタムカーとかも紹介していくけど、取り付け動画ということで、あの車外パーツ、例えばドライブレコーダーとか、まあ、弾交換一つもそうだし、あと何やろ、よくあるの USB ポート取り付けとかさ、なんかそういうような、あの車外パーツの取り付け方含めて、取り付け動画、レビューとかっていうのを、どんどん撮っていこうかと。はい。はい。ということで、まあ僕ら企画してね、今回こういうものを取り付けていきますとか、こういう社外パーツを取り付けて、自己評価じゃないけど、あ、いいね、こんな、この商品すごいいいねとかっていうのをちょっと紹介していったり、取り付けしていく風景を撮る動画、あと作業動画だね、板金塗装とか、俊介さんがね、やってる動画とか、かっこいい、俊介さん普段働いてる動画とか、こうやってやってるんだよっていう動画をちょっと、今後紹介できる方向にも持っていきたいなっていうことで、次回から、そういう動画もちょっと増えていきます。どう？楽しみです。まあ、はい。はい。なんか自分はカメラ向けられてないからってなんか安心してない？いや、してないです。なので、僕らもその企画立ててこういうものをやりますよっていうのをこうやっていこうと思ってるんだけど、例えば、いろんなメーカーさんでいろんな新商品とかで出るじゃない。ドライブレコーダーにしても新商品も出るし、もともとね、あのドライブレコーダーだけだったけど、今インナーミラー、ミラーにこう映像映るドライブ、それも映るしドライブレコーダーになってるしっていうものが近未来型でさ、数年前から出たりとか、これからもどんどんいろんな新しい商品とかで出てくると思うから、車の部分でね、でそういうものでコメントいただければその商品僕らでゲットして取り付け方法とかもね含めて紹介させていただいて、まあ、レビューだよね、本当にね、この商品こんなところがすごいとか、こういうところがこうだったとかっていうのを紹介できればと思ってるんで、もしなんか今の段階で視聴者の皆さんでこの商品ちょっとどんなもんなんだろう、紹介してほしいな、どういう使い方っていうかね、いいものなのかどうなのか紹介してほしいなっていうのがあれば、コメントいただければ、僕らもそういった取り付け動画もやっていきますんで、ぜひコメントの方、俊介さんのチェイさんに何かつけよ、近未来型、あ、嫌です。まあ、旧車系のものでも構いませんので、どんどんコメントねいただければやっていきますので、今回ちょっと短いけど、今後そういうのもやっていきますので、企画としてね、そういう案皆さんくださいっていうような意味合いでの動画になりますので、俊介さんよろしいでしょうか。はい、ということで、コメント、高評価、チャンネル登録です。よろしくお願いいたします。お願いします。